チームメンバーが、急に死ぬけど、君の、君の前、なんで皆さん、なんていうか、まあ皆さん、出てってやりよった。さすがにもう、マジかいですね。面白いです。はい、KOZ こと、コツです。今回はちょっと皆さんにね、重大な発表があります。まあね、これは言っちゃいけないのかもしれないけど、ちょっとね、発表したいと思います。はい。私ですね、実はフリーメイソンでの一員です。めっちゃ噛んでるけどね。いやね、フリーメイソン知ってますでしょうか、皆さん、影でいろいろとね、陰謀とかね、そういうのに、肩寄りしてるじゃないか、都市伝説的なね、うん、そういうので、よく、語られる、フリーメイソンというね、まあ、集団というかね、そういうのがいます、はい。で今回はね、何が言いたいかというと、実はね、私がフリーメイソンということでね、ちょっとね、発表させていただいたということでね、はい。まあ一応ね、まあ職業的には、牛久大仏、牛久大仏じゃない、石工職人、石工職人ですね、はい。そちらの方をやらせていただいてます、はい。まあね、何言ってんだこいつとお思いでしょうけれども、ね、証拠、お見せしましょう、はい。牛じゃねえ、私がね、フリーメイソンの一員だという証お見せします。こちらです。フリーメイソン、フリーメイソンのマーク入ってますね。すいません、私ね、フリーメイソンのこの一員としてね、こちら、証拠です、はい。あね、ここにちゃんと書いてありますね、ザ・フラ・フラタ・フラ・フ・ザ・フ・フということでね、まあ、はい、皆さんもうお気づきでしょう、私フリーメイソンではございません。はい、まあ分かってたと思うんですけどね、いやなんかね、フリーメイソンのガチャガチャがあったんですよ。何これと思って、フリーメイソンのガチャガチャって何と思って、何入ってんだろうと思ってね、一応ね、台紙を見たんですけど、なんか東京タワーとかなんか大仏だったかな、なんかね、よくわかんない感じだったんですよ。これがなんでフリーメイソンっていうようなラインナップだったんですよね。まあ、今ちょっと開けて、ちょっとね、その台紙通貨のあれなんだろう、ラインナップの、ミニブックが出てくればいいんですけどね。あ、入ってればね、うん、まあ一応まだ開封してないんでね、ここで開けて見ますけどね、何が入ってるかわかんないです、はい。もしかしたらね、ちょっと陰謀論的なものが入ってる恐れもあるんでね、そうしたら多分私ね、消されると思います。はい。まあね、証拠をばらしたということでね。いつまで言うとんねん、はい。とりあえずそのね、結構重みあるんですよ。重量感あります。はい、そのなんだろう、あれだけ取れるかな、あ、ちょっと取れそう、あ、取れそう、あ、取れた、よし、はい、はい、まだ見てません、はい、これですね、300円です。全6アイテムあってね、300円します。何なんだろうな、サーバー、はい、あ、なるほどね、ほらほら、なんかなぜか知らないタヌキとかね、だるま、招き猫、意味わかんないね、フリーメイソン関係あるのこれ、
王将とかね、マウント富士、富士山で東京タワー、何なんだろうね。あ、石工職人だから石で作られたオブジェ的な、そういう意味か。各フィギュアの裏面にはフリーメイソンのシンボルマークがプリントされると。なんか面白いよね。何なんだろうこの形。何が欲しいかな。やっぱマウント富士かな。マウント富士か東京タワー。招き猫もいいな。なんか金手に入りそう。全然関係なくねえと思う。多分まあ石造りみたいな感じなんだろうな。書いてある。トヒルファウンデーションは日本フリーメイソンのファーストグランドマスターより構成され、役員全員が株式会社グレイパーカーサービスが提案したフリーメイソン関連の商品を審査し、それに合格した商品のみが販売される。ようわからんな。とにかくフリーメイソンのそういう許諾を得てるっていうことですかね。ガチャガチャにしていいよってそういうことなのか。本当に正規品ですか。まあいいよ、とりあえず、マウント富士当たったら大当たり。まあ今で言うとね、報奨もいいと思いますけどね、将棋のね。でもね、重さ的に結構ね、重量感あるんですよ。なのでちょっと重いっつったら、マウント富士だるまじゃない。俺絶対軽いでしょ。タヌキも違うと思う。王将も軽いな。いや、東京タワーか、マウント富士、これどっちかだと思うんだよね。よし、行きます。では早速、開けます。よし、行くよ。マウント富士。マウントは、富士。あ？何やこれ。あ、すげえ。フリーメイソン、マークが入ってる。で、裏が、おそらく、物ですよね。行きます。マウント富士。富士来た、マウント富士。いや、やっぱ重いし、なんか感じた。つかさ、こうマウント富士っていうけどさ、これ真っ黒だからわかんないよね。富士山って感じしないよね。ここの出っ張りがね、ちょっと富士山のあれをね、分かるようにしてるけど、いやー、これただの山って言われるや山、まあいいか。でもすごいね、本当にフリーメイソンのマークが入ってるな。あれなんて、これ関係ないか。すげえ、本当にマークついてるな。へえ、すげえ、マジで富士山出た。いやー、ラインナップ的に、これマウント富士。この造形的にさ、マウント富士外れじゃない？